では天然温泉道明寺の博多4の前に来ております、ここからですね今日はですね、博多駅の方にちょっとですね冒険に行きたいと思います。まあ、こんな感じで道明寺ですね、ここに泊まってます。下にファミリーマートがありますからね、こんな感じでございます。じゃあ行きます。博多駅はですね、ここをまっすぐ行って右曲がると着きますんで、ちょっとせっかくですからね、ちょっと博多駅のですねぐるっと回っていきたいと思います。ですね、今日はですね、前からのですねところをですねぐるっと回りまして、で一応ですね予定としては、あとは太宰府天満宮ですね、ちょっと行きたいと思いますけども、まあいろいろですね回れたらいいかなと思ってます。で今日ですねちょっと本当はなんだっけな、6時半からご飯食べたかったんですけど、また案の定ですね昨日食べ過ぎましてですね、あそこのですね壇の浦パーキングで、釜揚げ、しらす丼食べて、その後に夜またですね何でしたっけあれ食べたじゃないですか、長浜ラーメン、それ替え玉一つ食べちゃってですね、すげえお腹いっぱいになっちゃったんですよ。なのでちょっとですねお腹がですねちょっとかなりいっぱいになってないので、もう空いてないので、一旦とりあえずですねウォーミングアップしてからちょっとですね朝食バイキング行きたいと思いまして、ちょっと朝の朝食の朝の散歩ですね、恒例のですねちょっと行きたいと思います。今時刻がですね、12月の今日は14日の火曜日のですね朝の7時10分です。日の出はもう終わった。これ祇園って街ですね、祇園町って書いてありますかね。はい、こんな感じでですねでかい町ですけどね、やっぱり、私もこれ初めてこの何ですかねこの地に降り立ちましたけども、九州はですね九州一回長崎と、鹿児島行きましたけども、この大都市の何でしたっけ、福岡は初めてですね、大都市福岡は初めてですよ。本当大都市ですね福岡。そんな感じで大都市っていうのがありありと分かるようなですね雰囲気です。中洲の手前の商店街にあるところで長浜ラーメンいただきましたけども、すいませんちょっとですねお酒さんがやってるようななんか何ですか、博多ラーメン食ってる時のあれ5枚入りなかったな、失敗したわ、味変して何ですか紅生姜入れたんだけど5枚入りなかったわ。あったんですよねぐる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 回すやつ、あれいつもお酒さんがやってて自分もやってみようと思ってたんですけどね忘れてましたわ、マジか。まあいいか、アパホテルありますね、ここにね、アパホテルが進化してます。ああやんなかったなあれ、ごまかけりゃよかったな、失敗したマジで、味変したかったなあれ、真面目に。はい行きましょう、はい行きまーす。こんな感じでですね映ってますけども、第7岡部ビル、
グレ、やっぱジンバルでしたっけ、タマモさんが言ってた、ジンバルっていうのはちょっとかなりダメですね。揺れますからね、これジンバルっていうのをやればなんか揺れないっておっしゃってたんで、今度ちょっと買おう、ほんとマジで。俺普通にですね、あの安いアマゾンで買ったなんかなんだっけ、あれを使ってるだけなんで、自撮り棒をつけてるだけなんで、スマホに。さすがにこれは揺れるな。道民から駅まで7分って書いてあったけど、これ嘘だな、これ7分以上かかるな、これ多分私の足で考えると。道誤ったかな。太白通りって書いてましたね。大きいに博士の博で、博多の博で太白通りって言うみたいです。こんな感じですね。またこれもあかんからお腹あります。はい、どうしよう。もう7分経ちましたからね。よいしょ。運動ね、ちょうどよかったわ、これマジで。でけえ、なんかビルが見えてきたな。やっぱあれだな、これなんだろう、何これ、でかいビル、ホテル福岡、すげえこれ、ホテル福岡超でか。こんな一等地に高いだろうな、ここ。ダメだ、メガネ持っちゃうな、これ寒い今日。多分今 2,3 度ぐらいしかないんじゃないかな。もうちょいやるか、5度ぐらいかな。あ、中国の金印だ、これ金印。これ五感のやつだな、これ金印。これ習いましたよね、これ小学校の時、中学校か。ズドーンと金印が光りました。魏の時代だからね、魏の時代だから、曹操になったら曹丕の時代だったと思うんだけどな、確か私が覚えてる範囲ではね、うん、これもでかいホテルが控えてますね、ズドーンと。来ました、博多ステーション。でか、めちゃくちゃでかい。
うわっ、ここ中心か。ファッションセンター島村ナムコ切って丸いがあるな、あそこ。コンフォートホテル完璧にそびえてるな、これ。コンフォートホテルすげえな、これ。このホテル、ちょっとこのエスカレーター登ってちょっと行きます。でもちょっとですね、これ一旦これはですね切ります。ちょっと切ります。はい、まあ、エスカレーター登ってきました。こんな感じでコンフォートホテル、ここがですね、ちょっと目の木通りですね、博多駅の丸いガンツル、ここ。いい雰囲気だな。はい、じゃあちょっと行きますか。博多駅にはですね、今日は行きません。東急ハンズが博多駅。バックス、こんな感じですね。韓国観光公社観光ホテルかな。じゃあまた道民まで戻ります。博多バスターミナル、見てるでいいな、この町のね。初めて行く町をですね、こうやって歩いてて、なんだろう、普通にですね、歩く散策するのってね、結構楽しいんですよね。飽きないというか。はい、じゃあ青になるので渡ります。はい、行きます。
コンコーフットホテルがすごいでっかく控えてますね。これこのコンコーフットホテルってのが大した一番まんまにありますね。これに泊まれやよかったのかな。まあいいか、コンコーフホテル博多。じゃこのまま帰りますか。これ大白通りを歩いてますからね。三井住友トラスト不動産。まあ一応せっかくね来たからね、街のあれは見たいですよね、雰囲気っていうか。ホテルキャビナス福岡カプセル&サウナ。金印が見れたのが良かったな、あのレプリカだけど。まあ、でもあの感想としてはあの地元 の, あのレプリカです、あのレプリカですが、長浜屋 の, あの食べられたことだな、固めのあれをですねいただけてよかったですよ。でも後悔なのは、入り込めをぐるぐるぐる回して入れられなかったのはちょっと後悔しました。まあしょうがないか。なんか初めての街来るとなんか皆さんあの歩いてるじゃないですか、どっちが歩いていいかとかっていうのがなんかその都市都市によって違うから分かんないんですよね。右歩いてるところもあれば左歩いてもなんかあの場所によって違うんですよ。これ博多区役所が、あ、もうちょいか、またってすごいな、意地でもあの子もう行ってやろうっていうのがもうすごい見えてるな、止まんないで。紅白旅路
鉄博多駅前ビル。穴吹鉱山。もうちょいますか。はい、じゃあ行きます。あ、あそこがまだ赤じゃないのか。はい、行きます。アパホテルがですね、さっきのところですけど、ありますけども。ああ、これ建設中だな、これ。まだ作ってる最中ですね。ちょっとすいません、ちょっと遠回りさせてください。あ、やっぱりあっちだな。やっぱあっちだ。パチブワ。どう見るのこだから、ちょっと遠見の方ですね。遠見の方。